子供が愛着行動を行う目的は対象者への親密さを獲得し維持するためである。対象者は通常は親である。愛着理論は心理学、進化学、生態学における概念であり、人と人との親密さを表現しようとする愛着行動についての理論である。子供は社会的、精神的発達を正常に行うために、 少なくとも一人の養育者と親密な関係を維持しなければならず、それがなければ子供は社会的、心理学的な問題を抱えるようになる。愛着理論は心理学者であり精神分析学者でもあるジョン・ボール・ビーによって確立された。愛着理論では幼児の愛着行動はストレスのある状況で対象への親密さを求めるために言っていると考えられている。幼児は 生後6ヶ月頃より2歳頃までの期間、継続して幼児の養育者であり、幼児と社会的相互作用を行い幼児に責任を持つような大人に対して愛着を示す。この時期の後半では子供は愛着の対象者を安全基地として使うようになり、そこから探索行動を行い、またそこへ戻る。親の反応は愛着行動の様式の発展を促す。 そしてそれは、後年における内的作業モデルの形成を促し、個人の感情や考えや期待を作り上げる。離別への不安や愛着の対象者が去った後の悲しみは、愛着行動を行う幼児にとって正常で適応的な反応であると考えられている。こうした行動は、子供が生き延びる確率を高めるために生じたと考えられる。 発達心理学者のメアリー・エンスワースによる1960年代から1970年代の研究は愛着理論の基本的な概念を確立した。安全基地という概念を提案し、また幼児における愛着行動のパターンを分類し、安全の愛着、回避の愛着、不安の愛着の3つに分けた。4つ目の愛着パターンは、混乱の愛着であるが、後で発見された。 1980年代には愛着理論は大人にも拡大された。愛着行動の一要素として含まれる可能性があるのはすべての年齢における同僚との関係、性的吸引力、幼児や幼人や老人がケアを必要としていることなどである。幼い頃の子供の愛着行動の本質を包括的に説明する理論を構築するために、ポールビーは、 学問分野の範囲を広げて、進化生物学、対象関係論、制御システム理論、動物行動学、認知心理学などを研究対象に含めた。1958年以後の予備的研究の論文以後、ボールビーは愛着と喪失の三部作の中で理論の全容を発表した。当初、大学の心理学者たちはボールビーを批判した。そして、 精神分析を行うグループは彼が精神分析の理論を放棄していたので彼を追放した。しかしながらその頃愛着理論は生後早期の社会的発達を理解するための主要な研究手段となり子供が親密な関係を構築する過程に対する実証的研究の劇的な発展を招いたのである。愛着理論に対して後になされた批判は 子供の気質、社会的関係の複雑さ、分類のための各パターンの境界などに関する批判であった。また心理学者のラターは母性剥奪によると思われる症状が、実は母親から引き離されたことによるものではなく、その当時の劣悪な施設の環境や多数の不特定の保育者によって保育されることによっていることを明らかにした。そして正常発達に必須なことは、 母親が育てることではなく、愛着対象となる保育者が固定されていることで、あるということであった。こうした批判の妥当性は、ボールビー自身も認めており、改定された著書には取り入れられている。愛着理論は、実証的研究の結果により、これまでも修正を受けてきたが、その主要概念は広く受け入れられている。愛着理論は、これまでの治療法や、 新しい治療法の基盤となっている。そして愛着理論の概念は、社会政策や子供ケアの政策を立案する際に使用されている。ただし、愛着理論を、いわゆる3歳自身話の理論的根拠とするのは、極解である。入用時期は、基本的信頼の形成にとって重要であり、特定のものとの間に愛着関係が発達することは大切である。しかし基本的信頼は、 母親の身としか形成できないものではなく、母親以外のものであることもあり得ることであり、母親を含む複数人であっても問題すべきものではない。子供が最初に愛着を示す対象者は通常は母親であるが、子供との交流に責任を持って、子供の世話をする人なら誰に対しても、子供は愛着を示すことがある。愛着行動のシステムは愛着の対象者に対する、 親密さを達成し、それを維持する目的で機能している。前から愛着行動は生後6ヶ月以内の乳児に見られる。最初の時期では乳児は養育者の注意を引くために微笑んだり声を出したり泣いたりする。この時期の乳児は次第に養育者を区別するようになるがこれらの行動は近くにいる誰に対しても行われる。第二の時期では乳児は よく知っている人と知らない人をよく区別するようになり、養育者に対してより強く反応するようになる。すなわち、後追いをしたり、まとわりついたりする行動が加わる。第三の時期には明確な愛着行動が発達する。養育者に対する幼児の行動は安心を感じられるような状況を達成するためのゴールを目指す、組織化された行動になる。一歳の誕生日までには、 乳児は、親密さを維持するために広範囲に愛着行動を示すことが可能になる。養育者が去ってしまうことに抗議し、養育者が戻ってきたら挨拶し、びっくりしたらまとわりつき、可能なら後追いする。移動する能力の発達につれて、幼児は養育者を探索のための安全基地として使い始める。養育者がそこにいる場合には、幼児の愛着システムは主観して、 自由な探索行動を可能にするので、幼児は探索行動を熱心に行う。養育者がいない場合には、愛着行動はより強く制止される。不安、恐れ、病気、疲労などがある場合には、子供の愛着行動は増強する。生後2年以後、幼児が養育者を独立した人間としてみなし始めるにつれて、さらに複雑でゴールを目指すパートナーシップが形成される。 子供は他者の目標や感情を理解するようになり、それに従って自分の行動を計画する。例えば、乳児は痛みで泣く一方、2歳児は養育者に望んだ行動をするよう求めて泣くのである。そして効果がない場合には、さらに大きな声で泣いたり、叫んだり、追いかけたりするのである。安全に愛着している乳児は自分の環境に精神を集中させることができる。 通常の愛着行動と愛着感情は適応の役に立つ。人は選択により進化しており、人の社会的行動は個体が生存しやすくなるように機能している。通常観察される、よちよち歩きの用事が見慣れた人の近くに止まろうとする愛着行動は初期の環境適応に際して安全さを増す利点が根弱問わずある。ボールビーは初期適応の環境が 現代の狩猟者、最終者の社会と似ていると考えている。愛着行動は、見知らぬことや一人にされることや急に近づかれることなど危険を引き起こすかもしれない状況を察知する、能力を高めるという生存上の利益がある。ボールビーによれば、脅威に際して対象者に親密さを求めることは、愛着行動システムが設定した目標である。愛着のシステムは強力であり、 幼い子供は理想から程遠い環境下でも容易に愛着を形成する。この強力さにもかかわらず、養育者から長期に分離されたり、愛着の形成を妨げるほど頻回に養育者が交代したりすれば、後年のある時点で子供の精神に病的な結果がもたらされるであろう。生後早期の子供は見知らぬ人にも生物学的な親にも同じように愛着を示す。 特定の人に対する愛着と愛着行動は、特定の人からの愛着と養育を求めるものであるが、一定の期間を経過する中で形成される。子供時代の中期において、同僚は重要であり、親とは異なる影響を子供に与える。年齢を重ねること、認知の発達、社会的経験の蓄積などにより、内的作業モデルの複雑化や発達が促される。 愛着に関連する行動は、よちよち歩きの頃に示された典型的な特徴の一部を失い、年齢に相応したものに変わっていく。就学前の時期の子供は、交渉や取引を行うことができる。例えば4歳児は、養育者が一旦いなくなって、また戻ってくる計画について、交渉して納得しているのであれば、養育者がいなくなっても悲しまない。 理念的にこうした社会的技能は他の子供仲間や後年の大人の同僚との間で使用される内的作業モデルに組み込まれていく。子供が6歳以後、学童期になれば大抵の場合、親との間に目標を正しく目指すパートナーシップを構築し、それにより各パートナーは満足できる関係を維持するために喜んで歩み寄る。子供時代の中期までに、 愛着行動システムの目的は、対象者への親密さから有益性へと変化する。一般的に言えば、子供は、養育者との接触が可能であるのなら、養育者との長い時間の分離にも耐えられる。まとわりつきや後追いなどの愛着行動は少なくなり、自分自身への信頼が増してゆく。子供時代の中期までには、安全を維持する目的で、子供の行動を監督し、 コミュニケーションを維持するために、養育者と子供が、相互に交渉してコントロールする状態から、さらに大きく進んだ、独立の状態へと移行する。愛着理論の多くは、特に、スコットランドとウガンダで、メアリー・エンスワースが行った革新的方法論や、観察的研究によってもたらされたものである。エンスワースの仕事は、愛着理論の概念を拡張し、主張する内容。 実験的に検証することを可能にした。エイン・スワースは、ボールビーの初期の概念を用いて、生後1年までの幼児と親のペアを対象にして、観察的な研究を行い、ある特殊な状況下における行動の研究と、繰り返し家庭への訪問を行い比較した。初期の研究成果は、1967年に、ウガンダの幼児という本にまとめられた。エイン・スワースは、 子供が愛着行動の対象者に示す愛着行動のスタイル内視パターンを3つ指摘した。すなわち、不安回避、安全、不安両面感情内視抵抗の3つである。その後、1986年にメインとソロモンが発見した無秩序、無方向型が新たに加わる。エインスワースは子供が親と離れてまた会う行動を評価するために、 彼女の膨大な研究における実験部門として見知らぬ状況のプロトコールを開発した。これはよちよち歩きの子供や幼児の愛着行動を評価するために使う標準化された研究手段である。大人のロマンチックな関係における愛着行動のパターンは幼児の愛着行動と大体同じである。しかし大人は異なった関係に対する 異なった内的作業モデルを維持することができる。愛着理論は、1980年代以末に、シンディー・ハザンとフィリップ・シェーバによって、大人のロマンチックな関係にも拡張された。大人においては、4つの愛着のパターンが確認された。すなわち、安心、不安、退去から回避、恐れ引く、回避の4つである。これは、幼児における4つの愛着パターンと対応している。 養育者に対する幼児の感情的な愛着の概念は何百年も前から物語的に知られていた。19世紀末以後、心理学者や精神科医は生後早期に存在する人間関係の特質についての理論を提案していた。1930年代にイギリスの発達心理学者のイアン・スッチェは子供の愛への欲求は根源的なものであり、空腹や その他の身体的重足に基づくものではないと述べた。1888年、個人院五ポイントハウスにおけるお祈りの時間。1951年に発表された母性剥奪仮説は個人院の運用に革命的変化をもたらした。精神分析の対象関係論学派の初期の考え方、特にメラニークラインはボールビーに影響を及ぼした。しかし、 ボールビーは子供の反応は実際の生活での出来事よりも子供の内的な空想世界に強く関係しているという精神分析的な考えが広まることに反対した。ボールビーは自分の考えを公式化する際に1943年や1945年に出版されたウィリアム・ゴールド・ファーブの本をはじめとする混乱した子供や非行少年へのケーススタディから 影響を受けた。ルネス・ピッツは、ボールビーと同時代の人であるが、親から分離された子供の悲しみを観察し、小さい時に不適切なケアを経験した子供の心に、有害な影響がもたらされると述べた。ソーシャルワーカーであり精神分析者でもあった、ジェームズ・ロバートソンは、入院によって親から分離された子供が受ける影響を、映画に収めて強い影響を及ぼした。 ジェームズ・ロバートソンとボールビーは1952年にドキュメンタリー映画2歳児病院に行くを共同制作し、その映画は親による面会を病院が制限しないためのキャンペーンに使用された。養育者がいる時には幼児の愛着システムは主観し、自由な探索行動が可能になり、探索行動が活発になる。母によるケアと、 精神的健康の出版に続いて、ボールビーは、進化生物学、動物行動学、発達心理学、認知科学、制御理論などの分野で、関連する知見を探し求めた。ボールビーは、養育者に対する幼児の感情的な結びつきのもととなるメカニズムは、進化的圧力の結果として生じたという、新しい提案を行った。彼は、動機と行動制御の理論を、 ジークムントフロイトの精神エネルギーモデルよりも科学に基づいて発展させようとした。彼は愛着理論に関して母によるケアと精神的健康では原因と結果のリンクについて理論とデータの欠落があったがそれを補完することができたと述べた。愛着理論の起源は公式には1958年に出版された2つの論文である。一つは ボールビーの子供からその親への結びつきの性質という論文であり、愛着の先駆的な概念が紹介された。他の一つは、ハリー・ハーローの愛の性質という論文である。それは、幼い子供の猿は、手触りの良い布切れの代理母には愛着の結びつきを形成したが、ミルクを出すが、手触りの悪い針金の代理母には愛着を形成しなかったという実験に基づく、 論文である。ボールビーは最初の論文に続いて二つの論文を書いた。分離の不安と幼い子供の悲しみと嘆きである。動物行動学子供のムースは哺乳瓶で育てられているが、養育者に愛着行動を行っている。ボールビーは1952年にコンラート・ローレンツの本の草案を読んだ時に動物行動学に注意を向けた。ただしローレンツは その時すでに初期の本を出版していた。また、ニコティンバーゲンとロバート・ハインドから大きな影響を受けた。ボールビーはその後ハインドと共同研究を行った。1953年にボールビーは次のように述べた。精神分析的な概念と動物行動学的な概念を統合し、研究の豊かな実りを求める時期は熟した。これより先、ローレンツは すり込みインプリンティングという現象を実験により証明していた。すり込みとは一部の鳥や哺乳類で見られる特徴的な行動であり、生後感もない個体が同種の対象を素早く認識する学習である。認識の後で後追いする性癖が現れる。精神分析第二次大戦中に疎開する日本の子供たち。破滅への道より、 精神分析の概念は、ボールビーの愛着の見方に影響を与えた。特に、アンナ・フロイトとドロシー・バーリンガムによる、第二次世界大戦中に養育者から引き離された、幼い子供の観察から影響を受けた。しかしながらボールビーは、幼い子供が示す結びつきに対して、愛着への動機が、空腹やリビドを充足させることから来ているという、精神分析的な説明を行うことは拒絶した。 内的作業モデル入幼時期における保護者との相互作用の中で形成される事故や他者に関するスキーマである。例えば、泣いている乳児に対して母親が応答的に接することで、乳児は自分は愛されるに値する存在だ。母親はいつでも守ってくれる存在だなどの事故、他者に関するポジティブなスキーマを形成する。一方、非応答的な母親の下で育った乳児は、 自分は愛されない存在だ。母親は助けてくれないなどの事故、他者に関するネガティブなスキーマを形成する。これらのスキーマは母子関係を超えてその後の対人関係に応用される。ありがとうございます。